2回読む言葉、再読文字。6つ目は、なお、なになに、ごとしです。ほとしがカタカナ、送り仮名になります。ですが、歴史的仮名遣いの読み方になりますので、なほと書いて、なおと発音するのです。 なお、なになに、ごとしですね。1回目は右側、2回目は左側。もう慣れてきましたか意味は、ちょうど、なになにと同じだです。 ください。あえてこれ帰り点をまだつけていないんです。きっと皆さんもよく知っているフレーズですので、先に書き下し文からご紹介しようかなと思います。こちらです。過ぎたるはなお及ばざるが如し。さあ、読み方はこうなるんですよね。過ぎたるはなお。 およばざるがごとしもう一度すぎたるはなおおばざるがごとしですからおばざるがごとしと読むにはこのように値点がつくんですちょっと納得少しできたという手応えがきっと皆さんにも終わりだと思います では、送り仮名書いていきましょう。す、ぎ、た、る、は、な、お、お、よ、ば、ざ、る、が、ごと、し。はい、これで完成です。では、 正確にこの交互訳ができる方いらっしゃいますか正確にというのはこのなを何々ごとしそしてちょうど何々と同じだという意味をしっかり頭で理解しながら書くということなんですではこちらですよ行き過ぎているのはちょうど足りないのと同じだ と言っているんです何でもやりすぎは良くないという意味ですよねさあこのような皆さんがよく知っている名言ももともと漢文を由来としたものがあったりするんですですから漢文を勉強するというのはまあ大きく言うと人生を勉強することにつながっていくんですよこれからも楽しんで一緒に勉強を続けていけたらなと思ってますよ さあ、最後復習しましょう。最後復習しましょう。なお、〜ごとし。意味、ちょうど〜と同じだ。例文、過ぎたるはなお、及ばざるがごとし。以上です。